い、こんにちはにゃでーす。ってことで、魔法石15個をもらえます。8月のクエストダンジョン、レベル15のマーベル編成紹介していこうと思います。めちゃくちゃ楽に勝てます。盤面3コンボで全ワンパンですね。光2セットプラス1コンボ組むだけで全部倒せます。で、タイムがなんとですね、10分程度。まあ、タイム気にする人はいないと思うんですけど、タイム10分ってことはめちゃ楽ということをね、まあ、伝えたいということでございます。私ですね、視聴者全員、登録者全員、月クエレベル15まで勝たせようと毎月動画投稿してるんですけど、このマーベル編成はね、めちゃくちゃ自信を持っておすすめできます。なんといってもめちゃ楽だし、負け要素もありません。ということで、編成紹介の方やっていこうと思います。もしよかったら、参考になったら高評価、チャンネル登録、そして通知オンよろしくお願いいたします。特に高評価ね、押してくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。いつも高評価押してくれている方々ありがとうございます。ぜひね、この動画にも高評価押してくれると嬉しいです。ってことで、月クエレベル15の編成でございます。レベル15はとにかくめんどくさいですね。長いし、コンティニューできないし、画面離れられないし、負けた時が一番めんどくさい。最初からになるから、そんな難しいダンジョン、歯ごたえもないのにやり直しになるっていうのがね、めんどくさいですけど、キャプテンマーベルは楽だし、めっちゃ簡単に勝てます。もう多分死ぬことないですね。はいです。で、1階層からね、もうバンバンワンパン突破ですよ。もう1階層の立ち回り見たことないような立ち回りしてますから。どういうことかっていうと、他のスキル打たずにね、マーベル変身してずらし1コンボで倒していくっていうのをね、するだけなんで、初手でいろんなスキル打ったりとかもないので、すごい楽ですね。はい。ってことで、編成紹介いきましょう。いつも通りこんな感じで準備いたしましたので、ゼロから編成組みながら、編成解説と内容解説をやっていきます。で、一応リーダースキルね、まあ、知ってると思いますけど、光の2コンボリーダーです。2コンボで軽減。で、4コンボ加算ですね、持ってます。で、スキルが2ターンのスキルで、闇、お邪魔、毒と爆弾を光に変化。まあ、つまり、お邪魔耐性、毒耐性はいらない。もちろんあったら邪魔レベルでございますね。はい。で、こちら、光耐性、光変化持ってます。もちろんループですから、はい、こちら、マーベルを2体入れてあげましょう。マーベルと。はい、ここにね、マーベルを2体入れてあげてください。マーベル検索するときね、いっぱい出てくるから大変ですね。はい。で、今回ですね、リラ遅延潜在遅延2つ。で、もう1個のマーベルは遅延2個つけてます。この HP プラスは別に他の編成のやつなんで気にしないでください。遅延2個ついてれば OK でございます。はい。で、続いてなんですけど、このマーベル2体。これね、回復生成しないので、回復はどうするのかっていうと、まあそもそもこれ76リーダーなんで、だいぶ欠損も減ったんですけど、回復心配だよという方多いと思います。今回相方によって解決してもらいます。今回相方に迎えるのがこちらでございます。はい、プロフェッサー X ですね。こちらを採用しております。これ光2コンボで 77% 軽減リーダー。で、3コンボ加算ですね。リダフレ7コンボ加算。だから、場面3コンボで10コンボいくから3コンボでいいよというわけです。で、5ターンのスキルでルーレットループと指延長ループと持ってます。はい。まあ、指延長はね、マーベルがループしてるんで別になくてもいいんですけど、欠損した時にね、ルーレットを使ってあげてください。ちなみに、ルーレットループする必要はありません。基本的にもう、76で欠損しないので、マーベル打ち回していって、で、もし回復欠損したりとか、まあ、あとね、毒花火が来て、それをマーベルで返して光花火にして、で、プロフェッサー X を打って、で、光の分割するとかいうことはしてるので、まあ、そういう時に使ってください。基本的にはもう自由に打っていい枠。わざわざループはしなくていいです。で、雲火耐性持ってんの偉いです。十字持ってんのも偉いです。今回ね、暗闇目覚めがちょこちょこ来ますから、そうね、返してあげるといいですね、プロフェッサー X。という形になってます。潜在は遅延耐性6個つけてますね。この HP プラプラは、これは違います。違う編成のやつなんで気にしないでください。昇格性はスキブつけております。という形になっております。はい。ということで、これでリダフレ完成いたしまして、続いてサブの方を紹介していきます。まず、消さない覚醒無効回復枠ですね。今回採用しているのがこちらでございます。はい。ホワイトベースでございます。今回は遅延耐性2つとアシスト無効回復潜在つけたホワイトベース採用してます。ちなみにここにも十字があります。回復力枠、消せない覚醒無効回復枠、スキブ4つですね。はい。で、まあ、これ、ラクスクラインとかのね、よくある消せない覚醒無効回復枠で全然問題ありません。ラクスクライン、私服アーニャ、レオナ、シレンセレス、シュナ、チョッパー、ハロウィン知らなきとかね、おすすめです。まあ、ただ別にホワイトベースでいいし、あと十字持ってんのが偉いですね。そんな長い目覚め来ないので、別に、プロフェッサー X の十字でまあ十分なんですけど、ホワイトベースも十字持ってるのは強みとなっております。はい。という形です。今回ホワイトベース消せない覚醒無効回復枠で採用と。で、続いていきましょう。続いてサブですね。はい。続いてはダブル吸収枠いこうと思います。ダブル吸収無効貫通スキル枠。はい。まあね、マーベルのダブル吸収無効貫通スキル枠といえば、もう実はね、一択と言ってもいいほどですね。はい。マーベルでございます。どのマーベルかと言いますと、こちらですね。マーベル&ミズマーベル、こちら採用しております。5ターンのスキルで無効貫通
属性吸収、100億上限解放、全ドロップ強化、スキルが進化、1ターンのスキルで無効貫通、ダメージ吸収、70億上限解放、全ドロップ強化となっております。強いね。はい、今回こちら採用しております。ダブル吸収、無効貫通、スキル枠、小学生はスキブで超上限解放つけてね、使っております。はい、まあただこれダブル吸収無効貫通スキル枠で割と内容聞きます。ダブル吸収か無効貫通で OK で、ダブル吸収無効貫通両方持ってるのがクルセイダーとか、あと究極ウィングとかですね。あとまあダブル吸収無効貫通どっちかでいいよっていうのもあって、究極アポカリプスとか、クスイガンダム、ハンス、アーク、転生オーブ、カリオンとかでも OK でございます。はい、という感じですね。はい、なんでダブル吸収と無効貫通の1体でどっちかだけでもいいよって言ってるかっていうと、もう1枠があるからですね。でもう1枠はまあ自由枠、火力枠って感じになってます。だからここでダブル吸収とか、まあ、無効貫通とかのね、あのキャラを採用してあげるのも全然ありです。この1体で収まってるダブル吸収無効貫通を分割してあげても OK です。で今回使っているキャラクターなんですけど、これ火力枠自由枠で、はい、こちらでございますね。はい、ウィングガンダム、今回こちらを採用しております。はい、これでございますね。ウィングガンダム、小学生は冬です。で、上限解放遅延2つ、6ターンのスキルで76番面下と指と、まあ、6解除陣と上限解放を持っております。まあ基本的に別にまあ54番面一応来るけど、そもそもマーベルって54番面受けれるんですよね。光2コンボ組めばいいだけだから。でプロフェッサー X いますから番面欠損もないので、別に76番面下必須ではないです。はい、であとまあ指もう一応返してはいるんですけど、ウィングガンダムで。そもそもマーベルが指延長ループなんで、まあ、別になくても大丈夫。で、ジンも同じく別なくても大丈夫なんで、ウィングガンダムは完全に自由枠、火力枠って感じになってます。内容候補おすすめとしては、ウルバイン&マグニートとか、スザクとか、アークとか、ネテロとか、マーベル&マーベルとか、転生オーブとか、あとさっき言った通り、ダブル吸収のキャラクターとか、無効貫通のキャラクターとか、さっきマーベル&ミズマーベルで内容候補で名前を挙げたキャラクターとかで OK でございます。はい。ということで、母体こんな感じです。どうでしょうか？かなり組みやすいんじゃないでしょうか？はい、さらにね、このね、ウィングガンダムは、まあ、あの自由枠ですからね。はい、では続いて武器の方を紹介していきます。でまずですね、こちらキャプテンマーベルにつける武器なんですけど、ここはですね火力盛り武器をつけてあげてます。で今回つけてるのがアグリゲートの武器ですね。こちら採用しております。スキブ2個 10C ですね。あの見ての通り、あのスキブと 10C 持ってるだけでございます。内容はいくらでもございます。火力盛りです。はい、でこのままちょっとねいきます。マーベルもう1体ですね。こちらにつけてる武器なんですけど、これはちょっと意外かもしれません。こちらでございます。はい、ルナですね。ルナって誰だよって言って、ヘラルナでございます。こちらをね、採用しております。あ、スキル秒1でいいですよ。これ 10C スキブ武器ですね。スキブ 10C 武器です。もう全部スキブと 10C で HP 盛る必要もありません。という形になっております。火力盛り武器つけてあげてください。で、もう一体ですね、火力盛り武器を今回つけていて、どこかっていうと、ウィングガンダムのところですね。ここにつけてます。で、ここにつけてる武器は何かと言いますと、はい、こちらでございます。白狼の武器ですね。今回採用しております。光属性性かスキブ 10C 武器です。これも覚醒採用です。別にスキルは使っておりません。はい、という感じになっております。で、まあ、この今つけた3つですね、アグリゲート、ヘラルナ、そしてハクロウ、これ全部火力盛り武器で OK で、代表候補としてはもちろんそれぞれね、総合的に代表候補にしてもいいし、あとユニコーンガンダムとか、ミサカミコトとか、ムイチロウ、ダリルバルデ、マーベル、ディジー、スザク、アマテラス&ツキヨミとかね、他にもいろいろたくさんありますよ。スキブある火力盛りだったら何でもいいし、なんなら最悪スキブだけでもいいしって感じで、もういくらでも代表効きます。裏のスキルは全く使ってません。このね、転生ウィングとかは非変身ですけど、裏のスキル使ってません。はい、という感じになっております。はい、それでは続いていきましょう。続いてなんですけど、今回ですね、ホワイトベースにつけてる武器こちらですね。はい、これ何をつけてるかと言いますと、こちらでございます。はい、ゼラですね。嫁ゼラの武器をつけています。はい、これがですね、スキルが、あ、スキルじゃないです、覚醒が超追い打ちの武器ですね。スキブ2個チーム HP 超追い打ちの武器でございます。で、これはもうね、超追い打ちで OK です。だから、島みゆきとかですね、バレセンリとか、ゲルド、梅マロ、デッドプール&ウルバリン、テュポーンとかで OK です。超追い打ちです。覚醒はやはり使っておりません。あ、覚醒じゃない、スキルはやはり使ってません。覚醒のみの採用でございます。超追い打ちさえあれば OK です。はい。って形になってます。で、続いて、こちら、プロフェッサー X ですね。ここはね、HP 盛り武器をつけてます。でもね、すごい、一番オーソドックスと言ってもいい、こちら、雨小澄武器をね、つけてます。はい。何でもいいですから、チーム HP3 つ武器つけてあげてください。もう、いくらでも思いつくと思うんですけど、チーム HP3 つ武器のおすすめは、アマージュとか、フローディア、メビウス、煉獄、ファガン、バーテンダークロトビ、イダ、ナナリ、ロゼ&アッシュとかおすすめですね。他にもいろいろありますから、もう思いついたチーム HP 武器つけてあげてください。はい。で、ラスト、マーベル&マーベルの
武器ですね。ここですね、つけるのが、これ、今光属性なん、じゃないんですよね、副属性がね。だから光属性追加をしたくて、今回おすすめの武器が、こちらでございます。はい、ロロ&ヴィンセントの武器ですね、つけております。あ、内容聞くんで安心してください。これ光属性追加の樹脂武器。まあ、光属性追加火力盛りですね。で、まあ、属性追加火力盛り武器で OK で、代用候補としては、マーベルの武器、クリスマスファスカ、スザク、白狼、ジオ、平和島とかおすすめでございます。まあ、よくある光属性追加火力盛り武器をつけてあげてください。はい、ということでこれで編成の方完成いたしましたので、それでは続いてですね、プレイ動画の方見てもらおうと思います。マジで1回層2回層の立ち回り見たらね、あ、これ本当に簡単なんだなってわかると思います。それでは見てください、どうぞ。さあ、ということでやっていこうと思います。魔法石15個もらえます。8月のクエストダンジョンレベル15のマーベル編成でございます。ということで1回層リーダーマーベル変身しまして即突破でございます。もうね、1回層楽でいいですね。で、続いて2回層こちらサブのマーベル打って即突破でございます。はい、ともうね、ずらしでこのまま突破できます。で、こっからはマーベルループでございますね。で、プロフェッサー X こちらルーレットループになってるんですけど、別に好きな時に打ってください。別にルーレットループ毎回する必要はございません。で、2階層から乱入きますけど、乱入は2パンするだけで OK です。はい、ということで3階層、マーベル打ちまして、で、はい、と、場面組んであげて殴ってあげてください。リダフレ7コンボ加算ですからね、光2コンボプラス1コンボ組んであげれば、それで10コンボです。はい、ワンパン。続いては4階層ですね。4階層はここですね、チェンジ、ウィングか、プロフェッサー X 打ってください。場面光あれば別に打つ必要もございません。はい、ということで遅延されましたが、まあ別にそのままでいいでしょう。プロフェッサー X 一応打ってますね。はい、では殴っていきましょう。光組んで、光組んで、はい、と、光2セットプラス1コンボで10コンボですからね。これで倒していきましょう。はい、OK でございます。さあ、突破いたしまして、続いては5階層でございます。5階層、ここは超根性持っております。超根性まで削った後、ホワイトベース打って、で光の L 字組んでアジュスト向こうを回復しながら殴っていくことになります。で、11コンボ吸収ですね。で、12コンボ組む必要があります。7コンボ加算ですから、盤面5コンボ組んでください。でね、指現象を食らってますけど、指現象はね、マーベルループ復活したらマーベルループでいいし、なくてもですね、転生ウィングガンダムが指現象を返せますので、そのまま突破してください。はい、ということで、まずは超根性まで削ります。で、その後ですね、ホワイトベース打ってください。はいと。さあ、アジスト向こうが来まして、はいと。さあ、こちらでございますね。消せないが来ます。ホワイトベースを打ってください。はい。で、回復消せないを返しまして、で、マーベルを打ちまして、はい。で、アシスト向こう解除の L 字を組んであげてください。はい。で、光の2コンボプラス1コンボで10コンボでございます。で、さらに今回は11コンボ吸収ですから、プラス2コンボ組んであげてください。はい。ということで突破していきましょう。サクサクでございます。続いてです。続いては6階層ですね。6階層、ここはマーベル打ってワンパンでございます。楽ですね。3コンボですからね。はい、マーベル打って光2セットプラス1コンボですね。これで殴っていきましょう。はい、と。よし。光2セットプラス1コンボでこれで殴っていきましょう。ちなみにですね、あんまり他のドロップ消さなすぎると、これ闇変換ですから、ドロップ変化されなくなっちゃうので、それは注意してくださいね。はい、ということで続いてでございます。続いては、7階層ですね。7階層ここもマーベル打って満パンしていきましょう。敵5ターン脇なんですけど、特に何かを待つとかいうこともしなくていいですから、マーベルを打ってあげて、光の2セットプラス1コンボを組んであげて、これで突破していきましょう。はい、OK ですね。いいよ、した。さあ、ということで突破していきましょう。さあ、続いてでございます。続いては8階層です。8階層ここホワイトベース、あと1の時に突破してください。敵ね、2ターン脇でございます。はい、と。さあ。はい、攻撃受けて1コンボしてと。よし。はい、と。さあ、ではマーベルを打ちまして。よし。さあ、光、見せて。と、プラス1コンボを組んでおります。これで殴っていきましょう。よしと。さあ、削っていきます。突破していきます。続いてです。9階層ですね。9階層、ここ、所定でホワイトベース打ってください。まあ、ちなみに、ここね、覚醒向こう、まあ、先に突破しちゃったとかでもね、一応耐久できるので安心してください。まあ、今回ちゃんとホワイトベース溜まってる状態で突破してますので、ホワイトベース打ってあげてください。はいと。で、マーベルを打って、さあ、では殴っていきましょう。光2セット、プラス1コンボ。これで倒していきましょう。はい、サクサクでございます。よしと。さあ。ということで、続いてでございます。続いては10階層ですね。10階層ここ、マーベル&マーベル打ってあげてください。はい。で、殴っていきましょう。
はい、属性吸収マーベル&マーベル打ちます。1段階目のスキルがね属性吸収です。でマーベルを打ちます。ちなみにマーベルはね、まあ、1回層からずっと打ってないですね。で1回裏溜まってるんですけど、アシスト無効でねリセットされてますから溜まってない状態で、まだスキルターン、スキル最初のスキルがね使える状態になってると思います。はい、ということで突破いたしまして、続いては11階層でございます。11階層ここですね、初手1コンボしてください。はい、これね1コンボしていきましょう。はい、とさあ、はい、まあ、間違えました。すいません。11階層でした。今の12階層の話でした。11階層ですね。11階層、ここはマーベル&マーベル、空打ちしてください。で、突破していきます。はい。マーベル&マーベル、空打ち、マーベル打って突破でございます。すいません。間違えましたね。で、12階層でございます。12階層、ここがですね、90% 立ての階層なんですけど、この 90% 立ては待たなきゃいけないので、はい、1コンボして、で、次、はい、マーベルを打って、毒花火をずらす。はい、と。で、次、マーベル打って、で、殴っていくという形になっております。はい、よし。さあ、ではプロフェッサー X を打って、マーベルを打って、マーベルで花火になりますから、ルーレットで分割をしてあげてください。闇取って、闇取って、はい、と OK でございます。しっかり2セット組んで、これで殴っていきましょう。はい、いいですね。では突破していきます。ということで続いては13階層でございます。13階層ここですね、まずは超根性まで削っていくことになります。で、超根性まで削ったらマーベル&マーベルを打って突破していくという形になっております。はい、さあ行きましょう。で、暗闇目覚めですね、これホワイトベース十字持ってますから、ホワイトベースの十字で返すことが可能でございます。はい、暗闇目覚め十字で返しながら、まずは超根性で削っていきましょう。光2セットプラス1コンボで削れます。はい、と。よし。さあ、では削っていきましょう。いいですね。で、続いて、マーベル&マーベルを打ってください。属性吸収ですね。はい、無効貫通ですね。はい。で、殴っていきましょう。よし。あ、両方でしたね。はい。ということで、属性吸収無効貫通で、マーベル&マーベル打ちまして、ぴったしですね。スキルがね、倒しております。で、ここで属性吸収無効貫通を使うから、さっきね、2個目のマーベル&マーベルのスキルから打ちしました。はい。では、殴っていきましょう。よし、ということで、これで突破していきましょう。はい、OK でございます。よし、突破。ということで、続いてですね。続いては、14階層でございます。14階層、ここもマーベル打って倒していきましょう。はい、と。さあ、で、毒目覚め、お邪魔目覚めがね、あるので、光目覚めですね、実質ね。これもありがたいです。はい、ということで、光2セットプラス1コンボ組んであげて、これで倒していきましょう。はい、と、OK です。それでは突破いたしまして、続いてでございます。はい、さあ続いては15階層ですね。15階層ここ2番でございます。で、乱入来てるんで、やっぱり2番でございます。はい、どの敵が出ても2番でしたね、今回はね。はい、乱入は冒頭言った通り、そのまま2番すれば OK です。で、本来の敵が出ていても結局2番でございます。はい、光の2セットプラス1コンボ組んであげて、殴ってあげてください。はい、でね、あんまりコンボ組まなすぎると後でね、闇生成できなくなっちゃいますから、他のドロップもある程度は消してます。はい、では削ってあげて、ギャウギャウされて、はい、と。で、マーベル打ちましょう。で、殴っていきましょう。はい、と。よし、光組んで、光組んで、はい、OK でございます。光にセット回復用継ぎしで、これで突破していきましょう。はい、OK です。ということで、続いてでございます。続いては16階層ですね。16階層、ここウィングガンダム打ちまして、マーベル&マーベル打ちまして、で、回復の超追い打ちを組みながら殴っていきましょう。これね、超根性 1% なんですけど、固定1000万ダメージで超根性スキップできますから、超追い打ち組んでスキップしちゃいましょう。はい、ということで、ウィングガンダム打って、で、もちろんマーベルでループもして、で、マーベル&マーベルも打っちゃいますと。はい、ではですね、行きましょう。光組んで、超追い打ち組んでね。はい、今回、嫁面武器でね、超追い打ちつけてきてますので。はい、これで OK でございます。しっかり分割して、超追い打ちを組んで、これで倒していきましょう。はい、OK です。落ち込むのっていいですね。いい場面ですね。そして次の場面がね。はい、超根性まで削って、固定1000万、超追い打ちでスキップ。さあ、ボスでございます。ボスはですね、まずマーベル&マーベルの1段階目、空打ちしながら、シールドを壊してください。はい、で、まだ溜まってないですね、マーベル&マーベルの1段階目ね。はい、よし。ではマーベルを打ちまして、殴っていきましょう。光組んで、はい、光組んで、はい、いいですね。さあ、光2セットプラス1コンボでね、しっかりと火力出して、まずはシールド削っていきましょう。このシールドは柔らかいシールドです。はい、さあ、全然柔らかくなかったです、すいませんでした。はい、もう一回殴っていきましょう。
でした。上限現象のせいですね、これね。はい。さあ、マーベルを打ちましょう。で、また殴っていきましょう。光の2セット組んで、プラス1コンボ組んであげて。はい、OK でございます。これで削っていきましょう。はいはいと。よし。いいですね。はい、削っていきます。よっしゃ。さあ、でもう一回ね、マーベル打って殴っていきましょう。暗闇目覚めはね、光の十字で返すことが可能でございます。はいと。さあ、まあ言ったんですけどね、まあ、食えるなら十字組んだ方が楽ですね。はい。で、回復が場面なかったので、回復を取り出しております。十字よりも回復を優先してください。で、十字組んであげて、で、光組んであげて、はいと。で、できれば光をね、3セット組みたいですね。はい。暗闇目覚め、返しながら、回復を継ぎししながら、光3セット組みました。4セット目が降ってきました。いいですね。これで削っていきましょう。はい、OK でございます。さあ、攻撃を受けて、あ、ちなみにこれね、超1組めば、シールド 50% 削れるんで、シールドワンパン可能でございます。はい。では、マーベル撃ってまた殴っていきましょう。はい。光、回復を告げしして、光組んで、はいと。まあ、あと押し込むだけですからね。適当にトゲを消してあげて殴ってあげてください。はいと。よし。さあ、で、シールド壊し終わりました。はいと。よしと。さあ、それではですね、続いて超根性まで削っていきましょう。はい。アクアリフレッシュ。はい、マーベルを打ちます。これで上限現象が終わりますね。で、マーベル&マーベルね、これ1段階目のスキル溜まったら空打ちしといてください。はい、では殴っていきましょう。はい、光をルーレットから取り出しながら回復も四つ消し取り出していきましょう。はい、いいですね。しっかりと光取り出して回復は四つ消しして光は分割してあげると。はい、OK です。さあ、であと適当にコンボ組んであげてください。いいですね。これで削っていきましょう。はいと。よし。さあ、削って。さあ、暗闇目覚め、攻撃を受けます。で、はい、ここマーベル撃って、また殴っていきましょう。よしと。さあ、行きます。場面チェックして。回復は、はい、四つ消しを取りながら、はい、光十字にして、はいと。いいですね。しっかり場面組んであげて、殴っていきましょう。はい、OK でございます。で、超根性持っていきましょう。暗闇目覚め行ったんですけど、まあ楽なんでね、組んどくといいですね、十字ね。はい、削っていきましょう。いいよ、した。で、超根性行った後ですね、次はウィングガンダムとマーベル&マーベルを撃ってください。はい。さあ、行きます。5、4番目をウィングガンダムで返しながら、ダメージ吸収をマーベル&マーベルで返していきます。で、はい。マーベルも撃ちまして、これで殴っていきましょう。さあ、行きます。さあ、上限解放まみれになっております。しっかりと盤面を綺麗に組んであげましょう。これでね、上限解放しまくってますから、倒せます。はい。さあ、ってことで盤面最後しっかり組みました。指延長ループですからね、楽でいいですね。はい、ということでこれで突破しておしまいでございます。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。立ち回りタイム、こんな感じになっております。はい。続いて、代用解説やっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、マーベルにアグリゲート、マーベルにヘラルナ、ホワイトベースにヨメゼラ、天聖ウィングガンダムにハクロー、マーベル&マーベルにロロ&ヴィンセント、プロフェッサー X にアマコズミです。継承全部スキルベ1で OK で、必要 HP は 343,851、必要スキルス23で、バッチ HP ですね。リダフレ逆 OK でございます。で、武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP9個、超追い打ちと光属性追加必要です。アグリゲート、こちらはスキブ2個の樹脂役割で、スキブと火力注意して火力盛りで OK で、代用候補は白狼と同じです。そしてヘラルナ、こちらはスキブと樹脂が役割ですね。スキブ火力注意して火力盛りで OK で、代用候補は白狼と同じです。そして白狼、こちらはスキブと光泥鏡と樹脂が役割ですね。スキブ弱化火力注意して火力盛りで OK です。ユニコーンガンダムとか、ミサカミコト、ダイ、ムイチロー、ダリルバルデ、マーベル、ディジー、スザク、アマテラス&ツキ読みとかおすすめでございます。続いてヨメゼラ、こちらスキブ2個のチーム HP 光たこ焼き超追い打ち役割ですね。スキブと HP と火力注意して超追い打ちで OK で、シバミユキとかバレセンリー、ゲルド、ウメマロ、デッドプール&ウルバリン、テュポーンとかおすすめでございます。
そしてロロ&ヴィンセント、こちら光ドロ強と10シート光属性追加が役割です。弱化と火力に注意して光属性追加で OK で、マーベルとかクリスマスファスカ、スザク、白狼、ジオ、平和島、V とかおすすめでございます。そして天小泉、こちらチーム HP 役割ですね。 HP とスキルターンに注意して HP 盛りで OK で、アマージュとかフローディア、メビウス、煉獄、ファガン、バーテンダー、クロトビ、イダ、ナナリー、ロゼ&アッシュとかおすすめです。続いて本体代用のための役割、ホワイトベースはスキブ4チーム HP 回復枠、消せない覚醒無効回復役割です。スキブ HP 回復力に注意して消せない覚醒無効回復で OK で、ラクスクラインとか私服アーニャ、レオナ、シレンセリス、シュナ、チョッパー、ハロウィンシラナッキとかで OK です。そして転生ウィング、こちらスキブ2個の火力枠で76番面下と指回復エンハンス、上限解放と6解除非光回復陣役割です。スキブと火力と54番面に注意して火力枠で OK で、ウルバリン&マグニートとかスザク、アーク、ネテロ、マーベル&マーベル、転生オーブとかで OK でございます。ダブル吸収や無効貫通の枠にしても OK です。そしてマーベル&マーベル、こちらスキブ4の暗闇火力枠、上限解放とダメージ吸収と属性吸収と無効貫通役割ですね。スキブ暗闇火力注意してダブル吸収や無効貫通で OK で、クルセイダーとか強力ウィング、強力アポカリプス、クセイガンダム、ハンス、アーク、転生オーブ、カリオンとかで OK でございます。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。